こんにちは、くまみきです。今日はエクスペリア XZ1 を使ってインスタ映えする10の方法を紹介していきたいと思います。はい、というわけでね、インスタ映え、もう皆さんもかなりね、いろんな写真撮ってきてると思うんですけど、今日はそのインスタ映えにも活かせるいろんな写真の撮り方と、あとこのエクスペリア XZ1 を使った3D 機能を使ってさらにね、ワンランクアップした写真や動画を撮る方法を紹介したいと思います。写真の撮り方その1、自撮りの時はアイテムを使って口や鼻を隠すと可愛く、そして小顔効果も狙って写真を撮ることができます。その2、自撮りの時にカメラ見るの恥ずかしいなーって時は目線を外すとちょっと大人っぽく違った雰囲気の写真を撮ることができます。その3、全身の時はしゃがんで撮ると可愛く撮ることができます。その4、全身で撮るときにちょっとモデル気取りで恥ずかしいなって思ったら靴を見るポーズをすると自然体で可愛く撮ることができます。その後、小物を撮るときには下にペーパーナプキンを引くと可愛く撮ることができます。いろんな紙を用意しておくのがおすすめです。その6、小物を撮るときには周りに花びらとか羽とかスパンコールとかいろんなものを散らすと可愛く撮ることができます。その7、ネイルを撮るときはリップとか何か握って撮ると可愛く撮ることができます。その8、食べ物を撮るときには食事と一緒にいる人の手とかを入れて撮ると楽しい感じを出して撮ることができます。その9、食べ物を撮るときは真上から斜め45度からスマホを逆さにして高く見上げて撮るかのどれかで撮るとかっこよく撮ることができます。その10、エクスペリア XZ1 の 3D 機能を使ってみんなと差をつけて写真や動画を撮りましょう。私もこんな風に自分の 3D を撮影してみました。そしてできたのがこちらです。ちゃんと自分では見れない後ろとかもしっかり出来上がってて、リアルな 3D ができました。もう私自分を撮影して作ってみたんですけど、人の他にも食べ物とか、あとお気に入りのぬいぐるみとか使って撮影するのも面白いと思います。で、これで何ができるかっていうと、このスキャンしたデータを使って 3D アニメーションが作れちゃうんで、ちょっとやってみます。共有、ソニーの 3D アニメーションを作成。どうした、なんか落ち込んでんのか。私がこうやって動きます。ちょっと他のやつ着せよう。くまみきなんでやっぱね、今着ないと始まんないでしょってことで、バーイ。他には土下座。謝り方が足りない、後ろがハートなんで、すいませんでした。じゃじゃーん、くまみきと愉快な仲間たち、変な仲間たち。で、この機能はエクスペリアの XZ1 に入ってる機能なんで、みんな結構アプリとかでいろんな加工とかしてるけど、それだとみんな一緒じゃない。でもエクスペリア XZ1 だけの機能でみんなと差をつけた投稿がこれならできちゃいます。イエーイ。はい、というわけでね、楽しいくまみきの仲間たちアバターと一緒に遊んでみました。もうね、すごい最先端なことしてるなって感じで、結構撮っててもテンション上がるし、自分ってここから見るとこういう感じなんだとか見れるのもすごい楽しかったです。で、今撮った写真とか動画っていうのはこのエクスペリア XZ1 で撮って、で SNS にシェアすることができるので、皆さんもぜひこちらで撮って使ってシェアしてみてください。今回使ったこちらのエクスペリア XZ1 の詳細については動画概要欄にリンクを貼っておくので、皆さんぜひチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。